どうも、毎度です。ウルチャンネルです。今日は幕張メッセで開催されているジャパンキャンピングカーショー2022に参加してきました。なぜ幕張メッセに来たかと言いますと、ジープのピックアップトラックであるグラディエーターが日本初公開されるためです。日本でもすでに並行輸入されたグラディエーターは見ることができますが、私は運が悪く街中で走っているグラディエーターを見たことがなかったので待ちきれずに見に来ちゃいました。ということで会場に到着しました。会場には様々なキャンピングカーが出展されており、ゴリゴリの装備が整ったものから内装をキャンプ仕様にいじったジムニーまであり、それらを見るだけでもテンションが上がります。キャンピングカーって見るだけでキャンプに行ってるかのような気分になるのは私だけですかね。また会場はワンちゃん入場可能でしたので、ウルにも見てもらいます。ウルはなんだかソワソワしてますね。撮影し忘れましたが、ワンちゃん用のブースもあり、ワンちゃん連れも多かったです。グラディエーターに話を戻しますが、皆さんは去年公開された映画ワイルドスピードジェットブレイクを見ましたでしょうか。前半部でグラディエーターが活躍していましたが、それ以来この目で見るのを楽しみにしていました。それではそろそろお待ちかねのジープのブースに向かいます。じゃじゃーん、これがグラディエーターです。真正面から見るとラングラーアンリミテッドのルビコンと見分けがつきません。ジープ伝統のセブンスロットグリルに加え、フロントバンパーやオーバーフェンダーなどなど基本装備はラングラーのルビコンと同じです。1点、グラディエーターにはフロントグリル内にオフロードカメラがついていました。これは障害物を切り抜ける際に役立つようです。ヘッドライトやデイライト、フォグランプは変わりなさそうです。そして隠れジープロゴもちゃんとありました。遊び心が最高ですね。グラディエーターはルビコングレードのみの販売となります。そういえばラングラーアンリミテッドからはスポーツグレードがなくなり、ルビコン、サハラの2つだけになってしまったので寂しいですね。タイヤは BF グッドリッジのマッドテレインで、サイズは 255-75R17 です。タイヤ、ホイールともに純正品で、これはラングラーのルビコンと同じですね。もちろんここにもジープロゴが隠れています。いるの分かってるのに探しちゃいますよね。そしてフォックス製のショックアブソーバーが装着されていました。これは純正装備とのことです。フォックスは乗り心地いいようなので羨ましいです。後方のタイヤももちろんフォックスです。ここはラングラーのルビコンとは異なる点です。ウルもグラディエーターに興味津々ですね。サイドにはジープバッジがあり、その下にはグラディエーターと書かれています。それでは内装を見てみましょう。私は足が短いのでよっこらせと言いながら乗り込みます。内装はラングラーのルビコンと同じ仕様で高級感があります。インパネやシフト周り、スイッチ類はラングラーのルビコンと同じです。シフトレバーに書かれているアイコンがグラディエーターになってます。これはめちゃ可愛いですね。ジープのこういうセンスは大好きです。シートにはルビコンの赤い刺繍が入っています。こちらの展示車のルーフにはオプションでサンライダーが装備されてますね。私は買おうか悩み中です。他にもオプションでラングラーのルビコンにはないサイドステップとドアシルガードが付けられていました。値段はサイドステップが176,000円で、ドアシルガードは18,700円です。タイヤハウスはラングラーのルビコンより後方に位置してますね。グラディエーターのホイールベースは3m49cm、ラングラーのルビコンは 3m1cm なので48cm 長いです。直進安定性は高そうですが、道路が狭い日本では取り回しの悪さがちょっと不安ですね。フューエルカバーはラングラーとは違いボディと同色です。後部座席に乗り込んでみます。パッと見たところ、後部座席側の内装も特段ラングラーのルビコンとは違いがなさそうです。
ラングラーのルビコンと同じように3ピースからなるハードトップは全て外すことができます。一度外すと雨漏りすると聞いたので、私のラングラーではまだ開けていませんが、暖かくなってきたらトライしてみます。なんと座面のクッションを跳ね上げるとシート下の収納が現れました。これはラングラーのルビコンにはないのでいいですね。二分割して収納を開けられるので、座ったままでも荷物を取り出せます。展示車には様々なギアを吊るせるロープが付けられていました。こういうのを付けると楽しそうですよね。後部座席の後ろの小窓は手動で開け閉めできます。開く範囲は小さいですが、換気には便利そうです。外から見るとこんな感じです。荷台部分を見てみましょう。展示車にはオプションの引き出し型収納システムと、その上に自転車用のキャリアが装備されていました。自転車乗せて走るのって憧れちゃいますよね。この収納システムは36万円ちょっととまあまあのお値段しますが、荷物を細かく仕分けながら収納できるので使い勝手が良さそうです。ちなみに荷台の最大積載量は725キロのようです。現役時代の小錦さんは280キロだったので、小錦さんが 2.5 人乗れると考えるとすごいですね。デザインはアメリカのタフガイといった感じですね。テールライトはシンプルな長方形です。個人的にはラングラーのテールライトの方が好きかもです。リアバンパーはグラディエーター専用のデザインです。牽引フックが左右の2箇所についているので、牽引能力がすごそうです。スペアタイヤは車体の下に隠れています。これはどうやって取り出すんですかね。バックカメラはテールゲートに設置されています。このビッグロゴはたまらないですね。車両本体価格は税込みで770万円です。ラングラーのルビコンが743万円なので、差額は27万円と、なんか安い気がしちゃいますね。そもそもの値段が高いんですけど。エンジンは 3.6 リッターの V6 です。ラングラーは現在2リッターターボしか売られてないので、ここも魅力です。ピックアップトラックといえば商用車というイメージがありますが、グラディエーターはレクリエーション向きで冒険に出かけたくなる車だなと思いました。いつかグラディエーターに乗ってみたいですが、現実的に考えると駐車場が見つからなさそうですね。会場にはジープのキャンプグッズも展示されてました。可愛いデザインで欲しくなっちゃいますよね。ご視聴いただきありがとうございました。また見に来てください。